皆さんこんにちは。札幌のアークテリクス専門店 FLHQ ファースト&ライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは。今回お送りする動画は、このコバートカーディガンですね。フリースのフィッティング、私の身長が174センチで体重65キロで、全て S サイズ。このコバートカーディガンですね、これを、着てみましょうか。タウンユースで、服を合わせてみると、これイタリアのジャンネットビンチフィットかな、それとパンツはハマキホー、これもイタリアですね。でブーツもイタリアの、ブッテロ、はい。でベルトもディーゼルだから全部イタリアンだね。こんな形で、カジュアルなシーンで、ゴアテックスのハーフコートも含めて合わせてみましょうよ。まずは、コバートカーディガンフリースですね。はい、どうでしょう。こんな感じです。ムーンシャドウヘザー、はい、こんな感じです。 S サイズですね。今日団蔵チャンネルでコメントがありましてね、身長176センチで痩せ型 S でいいでしょうか。バッチリ S でいいと思いますね。ほぼ私と同じぐらいのサイズなので、これがベータ AR ジャケットのフィッティングに関してお問い合わせがありました。 S サイズですね。ベータ AR ジャケットどうです。中にフリースジャケットを着て S サイズもこれぐらいすっきりとして着れます。特に痩せ型ということであればこんな感じで S サイズは着れますね。グランビル20のバックパック、ブラックカラーですね。いかがですか。ベータ AR ジャケット S サイズのフィッティング感でした。こちらがティラックポートニックのカウジャケット、こちらもゴアテックスのハーフジャケットですね。S サイズです。アウトドアシーンの、ブランドでも、イタリアンなカジュアルなスタイルにこうすっきりと合わせられるスタンドカラーのデザインですね。どうでしょうか。これにグランビュー20のバックパック、質感もいいですね。こんな感じです。ケッペルトレンチコート、はい、私が着ているのは、S サイズですね。こんな感じです。ケッペルトレンチコート、これも実は廃盤ですからね、大変レアな、ゴアテックスのコートだと思います。でスウェーデンのフーディニワンパーカーですね。これも防水、透湿機能性のストレートなシルエットがかっこいいんですよ。フードもかぶってみましょうか。フーディニワンパーカーいいですね。軽いんですよ。これは、撥水が強いんですがソフトシェル、今までの、一連にご紹介したジャケットは防水機能性があります。これは撥水程度でもいいですね。こんな感じです。いかがだったでしょうか。アーバンスタイルにも対応するアークテリクスティラックフーディニの防水ジャケット、アウトドアシーンでも活躍するんですがタウンユースでもいいですね。そしてコバートカーディガンムーンシャドウカラーでございます。はい、今回はジャケットとフリース、そして、カジュアルな、白シャツに革靴パンツとチノパンにコーディネートをしてみました。ということで
ありがとうございます。